皆さん、こんにちは。大相撲の元横綱、白鵬こと宮城野親方が、弟子の暴力問題で、日本相撲協会から最下位の年寄りへの2階級降格と報酬減額の懲戒処分を受けました。また、宮城野部屋について、来月の春場所は、所属する伊勢ヶ浜一門の中で任命された師匠代行が監督することになりました。宮城野親方については、今回の暴行事件でも責任が問われていますが、現役時代にも取り組みについて物議を醸したことがありました。今回は宮城野部屋の暴行事件と過去の取り組みについて詳しくお話ししていきたいと思います。ぜひ最後まで見ていただけると嬉しいです。日本相撲協会によりますと、2024年1月、公式の SNS に宮城野部屋に所属する幕内力士の北青鵬が同じ部屋の力士に暴行を繰り返していると投稿が寄せられました。そしてその後の調査で、北青鵬は2人の後輩力士に対し顔面に平手打ちをしたことや、ほうきの柄で尻を叩くなどの暴行を行っていたことを認めたということです。また師匠の宮城野親方については、暴行を把握しながら協会のコンプライアンスの担当理事への報告を怠った上、協会の調査に部外者を関与させるなどして妨害したとしています。2024年2月23日、東京両国の国技館で開かれた協会の臨時理事会では、宮城野親方は監督責任などを問われて、委員から最下位の年寄りへの2階級降格と報酬減額の懲戒処分を受けました。さらに師匠としての素養や自覚が大きく欠如しているとして、宮城野部屋について来月の春場所は所属する伊勢ヶ浜一門の中で任命された師匠代行が監督することになりました。さらに4月以降も伊勢ヶ浜一門が宮城野部屋を預かり、宮城野親方に対し師匠親方としての指導と教育を行うことを検討することになりました。また北青鵬は引退届を提出し受理されましたが、引退勧告相当の事案であったことが確認されました。コンプライアンス委員会の調査では、北青鵬が一昨年の8月以降、週に 2,3 回の頻度で2人の力士に繰り返し暴行を加えたことなどが明らかになりました。暴行の内容としては、顔面や背中などに平手打ちしたり、ほうきの柄や回しで作った丸太のような棒で尻を叩いたりしたほか、殺虫剤スプレーに火をつけて体へ近づけるなどしたということです。そして北青鵬の暴行は制裁という名目で行われ、2人が痛がる反応を見て面白がっていたとも認められ、動機の面においても卑劣極まりないと指摘しています。さらに暴行を受けた後輩力士の被害感情が非常に強いことに加え、他の所属力士らの多くが北青鵬に反省の態度が認められず、宮城野部屋に残ることになれば暴行を繰り返す恐れがあり、部屋への復帰は受け入れられないという姿勢を示したということです。北青鵬は調査に対して深く反省し、二度と繰り返さないと誓約するとともに、許されるならば今後も相撲を取りたいと希望したということですが、コンプライアンス委員会はこのような反省や誓約は遅きに失したと言うべきで、踏むべき事情とは言い難く、相撲協会の協会員として残すという選択肢はないと言わざるを得ないと結論付けました。その上で、懲戒解雇処分も検討すべき事案だが、未だ22歳という年齢とその将来を考慮し、引退勧告の懲戒処分が相当と判断したとしています。今回の暴行事件に関して、宮城野親方には3種類の違反があったということです。1つ目は、北青鵬に対する監督が不十分だったことで、2人の後輩力士に対する暴行などを防止できなかったとする監督義務違反。2つ目は、北青鵬の暴力行為などを知っていたにもかかわらず、速やかに協会のコンプライアンスの担当理事に報告しなかったなどとする報告義務違反です。これについて委員会は、北青鵬に対する監督と協会への報告を怠った結果、被害者2人に対する常態化した暴力被害を生じさせたと厳しく非難しています。そして3つ目は、部屋の内部で行った
聞き取り調査に参加させた部外者が所属する力士などに口止め工作を行い、事実認定を歪める危険を生じさせて相撲協会の調査を妨害したとする調査協力義務違反です。これについては宮城の親方が口止め工作を意図的に指示したとは認められないまでも、聞き取り調査に部外者を同席させることなどを依頼したことに原因があったと判断しました。さらに宮城の親方が現役時代に3回の処分を受けていることも勘案し、相撲協会の委員の職にとどまらせることは不適当であり、その責任は極めて重大であるから降格及び報酬減額の懲戒処分が相当と判断したと結論付けています。元横綱白鵬こと宮城の親方は現役時代史上最多となる45回の優勝を果たしたほか、通算1187勝、横綱在位はおよそ14年にわたる84場所といずれも史上最多を記録し、現役生活およそ20年で数々の記録を打ち立てて、2020年の秋場所後に引退しました。圧倒的な強さを持つ横綱として知られていますが、現役時代にも処分を受けた経験があり、取り組みの内容についても問題視されていました。2017年7月、大相撲名古屋場所 NHK 大相撲中継の幕内解説を務めた北の富士勝昭氏が14日目の白鵬の取り組みについて苦言を呈していました。番組の冒頭、14日目の白鵬戦についてコメントを求められると、呆れて物が言えんなと一言。白鵬は14日目の正代戦で仕切り戦から大きく離れて立ち合い、張り手を交えながら勝ちました。太田雅秀アナウンサーが、やはり右膝は万全ではないんだなということが伺えたかと思いますが、と話を振ると、北の富士氏は、それでもやってきたわけですよね。いい相撲でね。ああいう相撲を取らなくても取れる。やっぱり、いけませんよね。なんとしてでも勝つって、今まで圧倒しているんだしね。一番勝負ですから何が起きるかわからないけど、44回優勝した大横綱が、やっていいことと悪いことがあるんじゃないかと思いますよ。などと意見を述べました。同時に、NHK 大相撲解説者の舞の海秀平氏は、それとですね、これまで歴代の横綱が守ってきた伝統とか価値観が壊れてしまいますよね。昨日のような相撲を取られると、と続けています。太田アナウンサーが、こういう厳しい声が上がるのも、横綱も分かっていると思いますが、と指摘すると、北の富士氏は、おそらく承知していると思う。それだけに立ちが悪い。と厳しく言いました。太田アナウンサーは、乱暴な相撲でした。ここまでした以上は全勝をかけた。素晴らしい相撲を結びに期待したいところです。と、全勝優勝がかかる結びの、白鵬、照ノ富士戦に目を向けていました。また、北の富士氏は、白鵬の取り組みについて、このようなコラムも残しています。結びの白鵬は率直に言わせてもらえば、とても正気の沙汰とは思えない相撲であった。一言で言えば、手段を選ばず勝てばいい気持ちが露骨に出た相撲と言える。解説の小車さんも言っていたが、まるでしょっきりである。しょっきりならまだ笑いがあり楽しめるが、この相撲は背筋が寒くなるような、実に後味の悪い一番であった。かわいそうに正代は強烈な張り手に呆然となり、反撃する気力を完全に失っている。もう一発ぐらい張られていたら倒れていたかもしれない。それでも白鵬の寄りを打っちゃって、ささやかな抵抗を見せたのが、せめてもの正代の意地だったのだろう。正代もとんだ災難にあったものだ。同情を禁じえない。白鵬はこんな異常ともいえる作戦を思いついたのはどうしてだろう。想像するに、正代のもろ差しを警戒するあまり思いついたに違いないが、誰が見ても理解しがたい相撲であった。私もこの世界に69年、いろいろな相撲を見てきたが、これほど度肝を抜かれたことはない。テレビ等でも見た人は多いと思うが、いい相撲だったという人はおそらく多くないと思われる。熱烈な白鵬ファンなら、あるいは勝てばいいと思う人もいるとは思うが、常識的な人なら好意的に見る人はいないだろう。私は今までは白鵬の理解者と自負してきたが、
この日を限りでやめることにした。人が何と批判しても彼の相撲界に尽くした貢献度は今まで3人いる一大年寄りよりはるかに上と思ってきた。時には非常識な言動で問題を起こしても文化の違いを理由に多めに見てきたが、この相撲ばかりは理解できないし愛想が尽きた。44回も優勝してもまだあのような汚い手段で優勝したいのか。子どもの相撲大会を10年も続け、そこから角界入りした子がたくさんいる。中には幕内になっている子もいる。すでに内弟子にも炎鵬、石浦、今場所幕下優勝した北青鵬の有望力士がいる。白鵬の弟子育成の手腕を買っていただけに、この相撲をこの子らにどう説明するつもりか。まあ今となっては時すでに遅しである。せいぜい千秋楽は全勝優勝をするがよい。しかしまともに言っては照ノ富士には勝てないよ。まだ何かとんでもない秘策でもあるのか。たとえ白鵬が優勝しても、横新をはじめ昔から相撲を見ている人の反応は今から恐ろしい。バカなことをしてくれたものだ。千秋楽の一番、私は何の興味もない。頭に来ているのでもう飯食って寝ます。白鵬の取り組みがいかに異様なものであったかが綴られています。現役時代のこうした行いで北の富士氏をはじめ各界関係者から見放されていたようですが、今回の暴行事件によってさらに風当たりは強くなっていると思われます。今後の宮城の親方、宮城の部屋の動向にも注目ですね。いかがでしたか。今回は宮城の部屋の暴行事件や現役時代の白鵬の取り組みや、それに対する北の富士氏の苦言についてご紹介しました。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。